はい、太郎、今日エリアイトとトレーニングマッチをやりましたが、どうでしたか？今日はイージーミスが多かったので、練習の中で直していきたいです。どうやったらそのイージーミスは減らせるようになりそうですか？いや、意識する。頭の中で、はい、うん、なるほどですね。で、多分あの3年間ね、レアシのジュニアユースで、サッカーをすると思うんだけど、チームとしてでも、栄太郎個人としてでもいいので、目標を教えてもらえたらなと思います。目標は、ミスをなくす。個人的な目標は、ミスをなくして、なくすだけでいいの？いや、テクニックをつけたいです。なるほどね、はい、じゃあそれを、ね、あの目標達成できるようにまた月曜日から練習頑張っていきましょう。はい、ありがとうございました。はい。